皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。宗教と科学は互いの足りない部分を満たし、この時代を生きていく全ての人々を豊かで健康にする使命があります。誠の父母様は早くから宗教人たちと科学者たちを訪ねられ、天の父母様の祝福を完全に受けられる時代を導いてこられました。特に誠のお母様は世界の技術を網羅した CES2024 を訪問され、第4次産業革命の先頭産業であるドローンを中心に新たな時代を準備する世界日報主刊のドローンサッカー大会を訪問され祝福してくださいました。今週は世界日報ドローンサッカー大会 CES2024 のニュースを中心にお伝えいたします。セゲイル坊を創立された誠の父母様は、宗教と科学は対立するのではなく補完される関係であることを教えてくださいました。セゲイル坊は先端技術の集合体であるドローンについて格別の関心を持ち、2018年からドローン釣り大会とドローンサッカー大会を毎年主催しています。2018年5月13日には安山市テブ島パンアモリ海水浴場で世界で初めて開催された第1回世界ドローン釣り大会がその始まりを告げ、2019年に開催された第2回ドローン釣り大会は単一の場所最多人数で韓国記録院に公式認証されており、世界ドローン釣り大会は商標権として特許庁に登録されています。2023年4月15日には第6回世界ドローン釣り大会を提案マンデ港一帯で行っており、自治体でもドローン釣り大会に関心を持ち共に推進しようということで、関温道ウォンジュ市、キョンサン北道ポハン市、チョルラナン道コフン市がセゲイル坊とコラボレーションして各地域でドローン釣り大会を開催したりもしました。2018年10月20日には2018世界ドローンエキスポ第1回ピースカップドローンサッカー大会をキョンギ道カピョン郡のチョンシュン平和ワールドセンターで開催しました。お母様は未来の平和世界を建設するために最先端技術として発展していくことを願われ、この日開会式の御言葉を語られました。앞서가는창의력과결단력으로이나라는물론이요모든세계인들앞에나침반이되는세계일보로발전해나갈것입니다。2019年の第2回からは世界リボ全国ドローンサッカー大会という名前で毎年大会を続けており、2023年11月には2023第6回世界リボ全国ドローンサッカー大会を一部リーグから三部リーグまで計34チームが参加した中、チョルラ北道チョンジュ市ワールドカップ競技場内のドローンサッカー専用グラウンドで行われました。世界トップクラスの情報技術と革新製品が一堂に会する世界最大の家電IT展示会である CES2024 が1月9日から12日までアメリカのラスベガスで開催されました。 CES2024 は150カ国約4000の展示館とグローバル100大企業のうち84社が参加し、約15万人以上が訪れる世界最大の博覧会です。セゲイル坊がこのような博覧会でセゲイル坊ドローンサッカー大会を世界で初めて開催することになりました。セゲイル坊が主催するドローンサッカー大会は韓国で初めて開催された新概念スポーツで、今回の CES 参加を通じて本格的な国際スポーツ市場への進出とともに軽ドローン技術の優秀性を知らせる契機となりました。試合ごとに約200人以上の観覧客が集まり、歓声と応援でドローンサッカーを楽しみました。直接観覧した人数は1万1200人以上と集計され、韓国の主要放送局の聯合ニュース、YTN、KBS、SBS、MBC など複数のメディアが先を争って報道し、海外では世界三大通信社である英国のロイター、
フランスの AFT と CNN、ABC、YouTube など有数の世界メディア5000社以上でこの行事が報道されました。1月9日の初日に行われた開会式では、チョン・ヒテク、セゲイリボ社長は参加者たちを歓迎し、開会の挨拶を伝えました。올해로창간35주년을맞는세계일보는대한민국을대표하는종합일간지로그동안드론을활용한드론축구대회와드론낚시대회를선도적으로개최하며국내드론산업의경쟁력강화에지속적인관심을가져왔습니다창립자의뜻에따라세계평화와신통일한국의비전을실천해온세계일보는전세계인누구나이념과갈등을넘어함께즐길수있는다양한문화체육행사를개최하여공생공용공이라는보편적가치를널리알리는데기여해왔습니다4차산업혁명시대를맞아앞으로도대한민국산업의발전을위해지원과성원을아끼지않을것입니다세계일보드론축구대회 CES 2024를위해찾아주신국내외귀빈들과세계각국의방문객여러분께다시한번감사의말씀을전하며드론축구대회개최를위해수고하신대한드론축구협회관계자여러분의노고에도깊이감사드립니다大会の開会を宣言するキックオフは、セゲイルボの創立者であられる誠のお母様が直接参加され、セゲイルボのチョン・ヒテク社長、ワシントン・タイムズのトーマス・マックデビット会長とともに、共生・共栄・共義とセゲイルボの三大社図である愛天・愛人・愛国と書かれたミニ垂れ幕を掲げたドローンを飛ばし、ドローンサッカー大会の公式的な出発を宣言されました。キックオフが終わった後は、セゲイルボの役職員で構成されたセゲイルボチームと米国代表チーム間の親善試合が行われました。本行事には国民の力党のパクソンジュン国会議員、オセフンソウル市長、イジェジュンスウォン市長、キムドギュン、ウルサン広域市長、チャンホジョンテジョン市経済科学副市長、ハムヨンジュ花金融持ち株会長と社長団、チョンサンヒョク市南金工長、パクツンヒサムスン電子社長、イヒョンヒ SK スペックスサッカー協議会コミュニケーション委員長、オセチョン LG 電子専務、カクヨンギルアジュニュースコーポレーション会長、キムヒョヌソウル経済振興院代表取締役、イドンウク HD ヒョンデサイトソリューション社長、ソユソク金融投資協会長、証券社代表団としてチョン・イルムン韓国投資証券副会長、キムシン SK 証券など10名の投資会社代表など政財界の VIP たちが現場を訪問し激励し応援しました。参加した政財界の VIP たちはセゲイルボドローンサッカー大会の成功的な開催祝い、 CES で最も面白く印象に残る素晴らしい行事であったとし、特別にセゲイルボチームが試合に直接参加し米国チームと試合をすることに驚きを禁じ得なかったという感想を述べたりもしました。特に今年で創刊35周年を迎えるセゲイルボは、ドローンサッカー大会を単純に勝負を競う競技ではなく、個人と社会、国家間の平和と協力を通じて人種、宗教、文化を超えた和合の場を作る第二のピースカップとして新統一韓国の実現に大きな役割を果たすという抱負と誓いを胸に本行事を終えました。天一国の選挙現場のニュースを大陸別にお伝えいたします。新韓国家庭連合では南北統一祈願第31回幸福原理セミナーを HJ 天苑団地で開催しました。第30回から開催地を天苑団地に移行して行っている幸福原理セミナーに参加した修練生たちは、神様と人間、そして死後の世界について講義を通じて共に深く考え、 HJ 天中天宝修練園を訪問し、実体精霊の薬事が行われる現場を目の当たりにしながら、3日間の修練会を通じて入会願書を提出し、新たに宿として生まれ変わる時間を過ごしました。
南北統一祈願第7回天運相続天神修練会が新規宿と霊能屋が共にする中4日間行われました。統一原理と誠の父母様の生涯露呈の講義とともに三美薬寺と天神園祈祷会天聖宮巡礼を通じて正式となり教会に定着して南北統一を果たす先駆者となれるよう天運相続天神修練会を通じて教育しています。여기오니까하늘부모님이라고그러시더라고요그래서그게참우아했어요처음에는그랬는데여기저기둘러보고그거를제가알게됐어요천정궁에갔다와가지고예너무놀랬습니다예얼마나감동인지말로다할수가없어요天神修練会に参加した新規シックたちは、ムン・ソンミョン・ハン・ハクチャ総裁がメシアであることを告白し、誠の愛を実践し、天の父母様と誠の父母様の大神家庭として、天の祝福を伝える家庭になることを誓いました。新韓国 UPF は1年をスタートする設立期間2024新年会及び戦略会議を開催しました。チョンドンウォン副会長の司会で始まったこの日の会議ではビジョン2025に向けた懸案課題を解決するために設立機関長及び役員陣が参加する中で行われました。ヤンチャン宿 UPF 世界議長は戦略発表を通じて天苑宮天使聖殿入宮勝利に向けた実体的な基盤を整えるための今年2024年が本当に重要な1年であると強調しグローバルネットワークを活用した対外協力強化を通じて100万統一準備国民委員を拡大するというビジョンと覚悟を伝えました。新年の挨拶で孫元則家庭連合協会長は2024年度には全協会礼拝3倍化運動に拍車をかけていると明らかにし続いてファン・ソンジョ南北統一運動国民連合議長をはじめ各級機関長たちの新年の挨拶及び戦略発表の時間を持ちました。パクポヒ会長孫和5周年ユンギスク夫人孫和7周年記念礼拝がパジュン園で行われました。記念説教を行った孫元則新韓国協会長は若い頃パクポヒ会長の私は誇りある韓国人の映像に大変感動して入教し今日に至ったと感謝と尊敬を表しヤンチャン宿 UPF 世界議長の解雇の辞をパク・ジュンヒョン会長が代読しパク・ポーヒー総裁を追慕する時間を持ちました。続いてキム・ドンヨン副教会長もまた解雇の辞を伝えシックたちに大きな夢を与えられたパク・ポーヒー会長を称えムン・スンスク理事長が遺族代表として感謝の挨拶を伝え記念礼拝を終えました。新北米アメリカロサンゼルスで初の地域レベルのピースカップが開催されました。3日間750人以上の参加者と観客が参加した今回のイベントは開幕式にはフットサルトーナメントの競技が行われ2日目にはバレーボール大会と e スポーツ競技最終日には閉幕式とともにバスケットボール大会を行いました。ピースカップによる親善試合が新たな人々とつながり疎開された教会のシックたちを再び教会に導き新たな文化を構築する時間になりました。アメリカ中西部カープ支部はシカゴで1月5日から8日まで冬季修練会を開催し26人が参加して統一原理と誠の父母様についての教育を受けました。ワシントン DC、メリーランド、バージニア地域では12月27日から1月1日まで高校生を対象に冬季修練会を開催しました。参加者たちは多くの絆を作り学習活動を行い誠のお母様の心情と先輩たちの証を聞き多彩なプログラムを通して2024年の新年を共に迎えました。新中南米ドミニカ共和国では青年を対象にした3日修練会が行われました。
天の父母様が望まれる若者になりなさいというテーマで行われた今回の修練会は、伝道と成長を促進することを目標に行われ、参加者たちは原理講義を聞いて伝道を活性化させるための議論の時間を持ち、国家の復帰のための法案を共に模索しました。新アフリカ・ナイジェリアでは、家庭連合を中心に祝福式準備のための21日原理修練会が行われました。原理講義と人格教育を通じて祝福結婚の価値を悟るようになった参加者たちは、祝福の誠の価値について理解し、祝福に参加するための誓いと決意の時間を持ちました。86,400秒、毎日私たちに与えられる贈り物のような時間です。与えられたこの尊い時間をより価値あるものとできるよう、天の摂理を発展させ、天の父母様にはべることのできる環境圏を作る時間となることを祈ります。それではまた来週お会いしましょう。